はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回は提督の決断フォーバープギーと、ドイツ軍プレイ続きをやっていきましょう。前回ですね、マダガスカル攻略にかかったんですが、もう一歩というところで攻略完了しなかったので、今回はその続きになります。まず第1、第2、第3傷ついてはいるんですが、これはもうゴリ押しのフェーズに入りましょうということで、ゴリ押します。とにかくゴリ押す。できればね、この辺りは占領という道を選びたかったんですが、その占領がちょっと難しい情勢になっているので、まあ、占領ではなく攻略という形にしたいなと思っています。まあ、ただ敵の基地破壊は終わっているので、もしかしたら敵のね、艦隊、これ攻略終わればまた違う道も開けてくるんじゃないかなという期待値、期待感も持ちつつですね、進めていきます。敵の基地、これは破壊が終わっている？いや、まだだね。うわ、敵の大艦隊だな。いや、マダガスカル本当に硬いね、イギリス軍は。むちゃくちゃな数投入してきてると言ってもいいと思います、空母の数含めて。まあ、ただ味方は空母、それなりに投入できるので、あ、ここで空母、雨ですね。なかなか思うようには進まない。共にイギリス軍の戦艦と撃ち合っても勝ち目はないので、撃ち合いをやめてこちらにいる空母を叩こう。戦艦の相手は空母部隊に任せて、こちらは敵の空母を一隻でも沈めておきます。ここにいる空母ね、で雨が止んでくれたら空母部隊から敵の戦艦部隊を叩く。まあ確かにこのマダガスカル沖、むちゃくちゃな数の艦艇入ってきてますけど、そんなに数はもう残っていないはずなので、敵の方もね。あとは雨が早く止んでくれること、それだけを祈りましょう。空母と思いきや、これ揚陸艦だな。前回取り逃した揚陸艦ですね、おそらく。それにしても雨止まないな。いや、この揚陸艦相手に手こずりすぎだろ、いくらなんでも。そしたらこの戦艦部隊は離脱。あとは雨やみ待ちですね。いやー、こういう時に限って雨が全然止まないね、本当に。これで夜になっちゃうんだよね、残念ながら。このマダガスカル本当に鬼門だな、このドイツ軍にとって。ますますもって攻略が遠のきそうですね。雨のタイミングが本当に悪かった。あのまま天気が良好だったら、敵の艦隊集中してたところに一気に、味方のね航空隊を投入できたんですけど、取り憑かれてるぞ。しかも
雨が止まないときつい。さあこっからは確実に敵の艦隊仕留めていこう。あとはどっかに敵の艦隊が潜んでいないかどうか、そこが一番重要になってきますからね。さっきももうここで敵の艦隊あと1隻だけ残してしまったという状況でね、制圧ができなかったこのマダガスカルなんで、今回こそは確実に仕留めましょう。終わらないね、いるなまだ。偵察機をガンガン飛ばしていきます。またここで雨なんだよね。また取り逃しか。そんなことにはさせたくないんだけどな。どこにいる？敵の艦隊は。発見した。追跡だ追跡。攻撃戦で仕留める。また揚陸艦じゃねえか、これよく見ると。よし、止めたね。揚陸艦一隻のためにだいぶ損害が出ちゃいましたね。味方は、防空艦一隻、さらに駆逐艦が二隻撃沈されてますというところかな。でエウロパ型の空母、これ正規空母ですね。で高性能ソナーができますというところで、マダガスカル、ここがねちょっと残念な結果になっちゃいましたね。まあ、つまり航空基地が占領できなかったということになりますので、まだまだ油断ができないマダガスカル、ここには飛行場を2つ作ります。いやマダガスカル蓋する必要あるんで3つ作ろう。金はかかっても5週間、まあ5週間の間はおそらくこのマダガスカルで7週間のドック入りが必要な艦艇もあるので、ここで一旦止めおきましょうか。で一方ちょっと危ないアラビア海、ここなんだよね。艦隊でいうと、第1艦隊、第2艦隊、第3艦隊とこれ3つ傷ついてるんで止め置くしかなくて、第4艦隊がね、
まあ、イタリア近海でこれあと3週間ドック入りが必要という状況は変わらずです。で第6艦隊これ、潜水艦隊だけになりましたので紛らわしいので第13艦隊へと名前を変えていきましょう。で第11艦隊は今アイルランド沖に入っていますね。で第10艦隊はジブラルタルに入っていますというところで、そしたらここまで新しく建造されてきた艦隊、艦船ですかね、これを新しく新規編成で、投入していきましょう。カイアウド村型が1隻、あとは防空艦か、ちょっと戦力的に寂しいかなという印象はありますが、今いるのはこれしかいないので、まあ、我慢っていう言い方するとねすごく言い方悪いですけど投入していきましょう。これを第5艦隊として、新しく作っていきます。で第5艦隊に入っている、カイアウド村型、これに航空機を配備します。ちょっと数が足りてないかな。で早速このアウド村型、カイアウド村型が入った艦艇をアラビア海へと向けましょう。6週間かかります。でその間に何をするかというと技術開発ですね。ちょっと今回お金あまりないんですが無理しててもちょっと入れましょう。で物資援助はいやー日本軍ちょっとなさすぎやしませんかというぐらいないね石油が。で戦艦カイ・ビスマルク型これ、2隻完成してますね。でマダガスカル攻略したので金が1万7000入ってきてますね。金は本当にいくらあっても困らないんで。インド洋がないの？いやなんでインド洋がないんだよ。インド洋だよ次の攻略目標は。とりあえず希望砲にしとこう。希望岬かな。そしたらバルト海でまた新しく艦隊1個作ります。まあ何でもいいんですがせっかくの戦艦カイ・ビスマルク型なんでこれ第7艦隊として第7艦隊も第6艦隊かなもう急いでアラビア海へと向けましょう。で、ある程度お金、飛行機作れるものあるんでまずは航空機ですね。新規設計していこうか。何をベースにするっていうのはもちろんあるんですが、まあ、もちろんね艦上タイプのものにします。まあ、でもバカラの護衛バカラの爆撃に勝るタイプのものがないかとなるとまあ量産しとく。バカラの艦上護衛機これ110機バカラの爆撃機これ182機なんでこんなに作ってるかというと飛行場マダガスカルに3つ新しく作るんでまあ今作ってるんでって言った方がいいのかな。あのそれを支えるための飛行機の数が必要なんですよね。そのためにはいくら飛行機があっても足りないという状況です。インド洋に早く艦隊進めたいな。ユンカース 87D スーツかこれが新しくできてるんだ。ちょっと性能見ますか。 B 型の改良型ということになっていますね。で爆弾は1000キロ1トン爆弾積んでるんだ。悪くないね1トン爆弾だと。これをベースにバカラの爆撃2を作ってもいいかもしれませんね。ちょっと検討しましょう。航続距離はやっぱり3000以上は欲しいので、あとはドルニエこれ重爆撃機ですね。では兵器開発から進めましょう。航空機重爆作っちゃいましょう。なんかドイツ軍っぽいそんな感じの見栄えになってるので、まあ、割と好きで見栄えは好きですね。技術開発は、まあ、ゴール500で入れていって物資援助、これは鉄がない
鉄もアルミもないね、日本軍は。大丈夫なの？って心配になるな。んで、ちょっと様子を見ます。アラビア海。まだ艦隊到着してないか。マダガスカルは？大破しているものがあるものの、第二艦隊は、修理完了してますね。そうすると、どうするのが一番ベターなんだろう。このマダガスカルにも艦隊やっぱり置いておく必要があるんですよね。置いておく艦隊は今後続で来る、じゃあ第5艦隊を置きますか。第5艦隊西地中海まで来てる。この第5艦隊をマダガスカルに置いて、第1第2第3艦隊は引き上げましょう。ドック入りが終わり次第ですがね。とにかく今はね、技術開発に資源の確保にと力を貯めるところに専念していきます。そうこうしているうちにおそらく飛行場が完成しましたね。ちょうどね、今で技術開発も今回入れつつ内製もしっかりできそうなので、希望砲か、いや希望岬か、いつも砲って言っちゃうね。そしたら改めていきましょう。まずは兵器開発、今回結構な数兵器開発できるのでもう全部入れます。お金に余裕があるうちにやっておかないと、お金がない時にやっぱりってなってももうできないんで。それにしても日本軍何にもねえな、大丈夫なの？っていうぐらい何にもないね。アラビア海の艦隊はまだ到着しないね。次のターンで到着です。そうするとまずマダガスカル沖から艦隊一部引き上げましょう。第1艦隊まだ昇華か。そうすると第3と第2艦隊、これを一旦引き上げます。アラビア海に。いいね、カイアウド村型が4隻新しくできてます。でここなんだよ。もうちょっと待って、行き過ぎじゃないか。マダガスカルに入った艦隊はまだ残ってるね。ああいいんですね。なのでアラビア海で第5艦隊から第3艦隊に揚陸艦、これを2隻移籍させて、で第5艦隊をマダガスカルの駐留に当てます。で忘れないうちにマダガスカルには、航空機を配備しちゃいましょう。でさらにマダガスカルにいる残りの第1艦隊、これも一旦アラビア海へ戻して、アラビア海に集結後、全艦隊兵力、まあ、第1から第3の主力艦艇を送り込んでいきます。というところでジブラルタルの防衛戦か、まあ、ジブラルタルの防衛戦は大丈夫だと思うんだけどね。飛行場は1個だけ、ちょっとそこぐらいかな心配なのが。ジブラルタルにはちょっと航空機増強しましょう。ここは防衛戦しっかりやっていきます。で、 できればここは増強しましょう。飛行場ね、いやーでも数は多いぞ。数だけはしっかりいるね。イギリス軍マジで強いな。あんだけの艦隊沈めてまだこの艦隊戦力持ってんの。ちょっと待ってくれ、危ないぞこれ。一時退避させた方がいい。
間違ってもジブラルタルを出艦するわけにいかないんで、ジブラルタルには飛行場の増強と合わせて、いや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 、思ったより全然きついな、甘く見てた。さっき海アウド村型が4隻就航するんで、これジブラルタルに一時期増強配備しておいて、飛行場をジブラルタル、あとアイルランド機は2つ3つと、数確実に増やしましょう。いやいやいや、甘く見てたわ。イギリス軍本当に強いですね。日本軍がね、ちょっと見ている感じだと全然資源なさそうだなという心配な部分しか見えてきてないんですけど、まあ日本軍強いであろうと信じて、日本軍の参戦までとにかくしのぎましょう。だいぶね、強い強いイギリス軍ですけど、それでもだいぶね、削ってるとは思うんですよ。なので、このままあとはもう時間が過ぎて、ジブラルタルの防衛が完了するのを待ちます。で、くどいようなんですが、ジブラルタルとアイルランド沖、つまり敵の制海権のある、制空権のある海域と接しているとこ、ここには航空戦力、航空基地増強しましょう。全然甘かったですね。まあ、ここはちょっと消極策にはなりますが、逃げ切り策です。まあ、事実上この艦隊壊滅したと言っていいからな。まあ計巡洋艦に14戦艦かな、しか残ってないという状況で、まあ、半分以上が打ち減らされてしまったというところですが、まあジブラルタル防衛したはしたので一旦よしとしましょう。潜水艦隊もだいぶダメージ出ちゃいましたしね。さて、そしたら忘れないうちに基地を建設します。で、これも忘れないうちにアイルランド沖、アイルランド沖ってそもそも飛行場一個もないじゃん。こんなんダメだよ。いや、1個はあるんだね。もう1箇所作ろう。さすがに2個でいいだろうっていう気はするけど、金に余裕もあるし、念のため3つ作ります。で、ジブラルタルと、まあアイルランド沖もそうなんですが、だいぶダメージ出ているので、ここにしっかりと航空機、あとはすり減った部分補強できるようにしていきましょうか。何をするかというと、まずは潜水艦がだいぶ数減ったので潜水艦を作ります。まあ正直何でもいいです、潜水艦だったら。まあ10隻ぐらいですかね、数としては。まあ、なんといってもね、この潜水艦が頼みの綱といってもいいので、もうその時期は脱しつつあるとはいえ、防衛に関してはやっぱり潜水艦かなり有能なので、敵の駆逐艦とかにね、まあその名前の通り駆逐されない限りかなり有力、かつ魚雷もね、酸素魚雷積んで攻撃力増してるので、
やっぱりこの防衛に関しての潜水艦の有効活用はしっかりやっていきます。でだいぶ数すり減らされた防空艦ですね。これももうちょっと陳腐化しつつあると言われればそれまでなんですが、これも数としてはいくらあっても困らない万能タイプのものなので、そうですね、7、8隻は作っておきたいかな。まあ、あの第10艦隊だいぶすり減ってるんで、あの第10艦隊に、まあ、艦隊構成として補強するだけでもそれなりの数使っちゃうんで、あとそうだね、2隻を作っていきましょう。チロル、これでどうでしょう。で忘れないうちにこれもしっかりやっておきたいのが、新編成でアウドムラ含めた艦隊ですね。これ第7艦隊として新設した上で、一旦この第7艦隊をジブラルタルに進めます。アイルランド沖ってどうなってるんだっけ、ちょっと確認しましょう。アイルランド沖は第11艦隊、さらに第16艦隊、まあ、ここは安泰かなね。どちらかというと第7艦隊のそれこそ今終わったばっかりのこれらの艦艇にしっかり艦載機を積んでおきます。まあ、いつ戦闘になってもいいように、艦載機ないと空母ただのベニヤ板なんで、これでいいでしょう。でこの状態で一旦ね、ジブラルタル、インド洋と戦力を整えていければいいかなというふうに思います。では時間を進めちゃいます。でさらに技術開発は忘れないうちに500ずつ、お金がなくてもあってもしっかり先々のためにやろうというところですね。で諜報活動はインド洋がまた捕まってるな。インド洋攻め込めないね、こうなっちゃうと。マダガスカル沖どうなってるかというと、艦艇としてはこんな状況ですね。そしたら第2艦隊ももう戻します。アラビア海へ戻します。でアラビア海を整理しておくとこんな状態ですね。第13艦隊、これ潜水艦隊なんですが、これもマダガスカルに移動してマダガスカルの防衛戦力として扱いましょう。で、鬼門のジブラルタル、ここに早く艦隊が入ってきてほしいなというところなんですが、潜水艦がだいぶダメージ出てますね。第14、第15、これ合わせちゃいましょう。このまま残しておく意味もあまりないので、お、新たな潜水艦だね。で、まずは防空巡洋艦、これらが一旦完成してます。とにかく今欲しいのはもう決まって一つ、高性能な航空機、この一言につきますね。物資援助は本当にさ、日本軍何にも持ってねえな。希望岬にちょっと入れておきますか、スパイを。でジブラルタルは艦隊まだ入ってこないね。とにかく本当にさっさと艦隊戦力を整えたいんですけどね。日本軍さ、せっかくいろいろ優秀なのに鉄がないがゆえに何もできないってちょっと微妙だよね。で航空機の生産はバカラですね。いやー、もうちょっとしたらまたタイに遊びに行けるんで、今から胸どき胸枠状態なんですけど、ジブラルタル艦隊入ってきた、待ったぞ。第14艦隊このまま、第10艦隊このままにしたいので、第7艦隊から第10艦隊に一部の艦隊を動かしましょう。まずはシュタイン、あとは空母2隻、これも移籍させて、
この第7、第10、第14で守りましょう。で、第7艦隊をアラビア海へ移します。まだ飛行場完成しない？できるだけ早く飛行場を完成させたいんだけどね。51センチの手法、進行材に大型ディーゼル機関の2にジェットエンジンと、だいぶどうだろう、技術レベル高いんじゃないの、ドイツ他の国に先んじて、まあ、この辺りはやっぱり金と物に言わせた感じ。インド洋がどうしてもあれだね、スパイが長いできないね。よし、工場完成。そしたらまずアイルランド沖から飛行場に、航空機を配備していきます。で、さらにジブラルタルにも飛行場完成しているので航空機配備しましょう。で、特にジブラルタルに関しては、できるだけ、増やしたいね。いや、バカラの爆撃全然ないじゃん。いや、これひどいもんがあるな。いやー、技術レベルどんどん上がってってのはいいんだけど、バカラの爆撃が全くないのは問題あるんで、ちょっとバカラの爆撃中心に作ろう。航空機思ったよりないね。で、ジブラルタルにちょっとバカラの爆撃配備しないと話にならないので、これで OK かな。で、ちょっと各海域確認しておきましょう。まずアイルランド沖なんですが、第11、第16、これで防衛十分にできるでしょう。なおかつ航空基地も増強しました。で、ジブラルタル、ここに第10、第14と入っています。で、第10艦隊なんですが、これ、一応最新鋭の空母2隻入っているし、航空戦力も配備してあるので、まあ大丈夫かなというところかな。で、マダガスカル沖、ここも大丈夫だと思います。まあ、空母が1隻だけというのはあるので、ちょっとここに爆撃機を増強しましょう。これで安心材料につながるでしょうというところで、ようやくアラビア海に戻ってきました。アラビア海なんですが、どうだろう、第3艦隊と第6艦隊合わせて、まず第6艦隊に入っている優秀な最新鋭の海ビスマルク型、これを入れちゃいたいね。ケージを2隻外して戦艦2隻投入します。こんなところかな。第2艦隊に1隻第6艦隊の艦艇を移しますか。これで OK だね。まあ、入れ違いになるっていうこともないと思うので、そしたら、いや、めちゃくちゃ航空機いるな。でもインド洋に向けて艦隊出しましょう。艦隊戦力はそれほどいなそうなので、まあ、ここももう完全破壊でいいかな。本当はね、さっきやったような形で占領するっていうのが一番いいんですけど、結局取り逃した場合完全に無駄になることが分かったんで、であればそこに時間を割くぐらいだったら、確実に勝利するために先に破壊できるだけ破壊するという作戦でいきましょう。さて、機関発見してる。確認していきます。ちょっと今雨が降ってる状態なんで、第3艦隊からは魚雷攻撃で敵は近づいてくる前に仕留めましょう。
やっぱりね、その一隻一隻のスペックでいうとイギリス軍の艦艇強いんで、まともにやり合うとちょっとね見てられないぐらいのダメージが出ちゃうんで、少しでも早く雨が止んで空母による大量殺戮状態に持っていくのがベストなんですが、現状だとちょっとそれも厳しいな。あ、でも空母近づけなくてよかったですね。今空母近づけてると敵の、高速艦による雷撃攻撃受けて空母にダメージが出るところだったんで、一番近いところに攻撃戦ができる艦隊を置いておいたのがまだマシだったかな。雨さえ止めば空母が使えるんで、ちょっと雨待ちですね。雨やみ待ちかな、表現的には。いやー、全然空母が使えなかったね今回雨で。いや、本当にイギリス軍強いよ。イギリス軍の強さ本物ですよね。叩いても叩いても艦隊が出てくるから。で、400機の航空機だからね、ここはインド洋に展開しているイギリス軍は、その数だけを見てももうバカにならないですよね。残す敵の飛行場が一つ。ただこれは3日目になっちゃうかな。ちょっと第一艦隊第二艦隊離れすぎなんで近づけます。そんなところにいても敵の基地攻撃できないでしょうと。この取り逃したのがどうな、ああちゃんと破壊しましたね。ここでまた雨か。何なんだろうねこの雨は。いや、このまま雨でここをインド洋攻略できずに終わるっていうのは避けたいぞ。というわけでしょうがないんで、空母部隊も攻撃戦に向かわせましょう。お、雨やんだね。さあ、あとは敵の艦艇がどこかに残ってる。こんなとこにやがったか。さて、味方の方は空母残ったものの戦艦が1隻、軽巡が4隻撃沈されてますね。まあ、ただインド洋を取ったのはでかい。インド洋でまたしっかり回復できるんでね。マラッカ海峡だろ次の目標は。なんでそうやってさアメリカを先に倒そうとするかな。はい、ではちょっとね時間まただいぶ長くなってしまいましたんで、今日は一旦ここで終わりにして、
インド洋で艦隊戦力、これしっかりまずはね回復させて、でそこからまたイギリス軍の駆逐をしていきたいかなというところですかね。まあ、インド洋を取れた一番大きいのはね、やっぱりその日本軍と、まあ、共闘がしやすい状態に、まあ、ある種なったというところだと思うので、まあ、そこをねしっかり活かしていきましょう。で、インド洋には当然ですが大増強をかけて、さらに輸送船もね忘れないうちに作っておきましょうよ。輸送船があればね、このインド洋むちゃくちゃ資源豊富なんで、インド洋でまた大量の資源を確保する。で逆に言うとね、イギリス軍はこんだけの資源失うわけなんで、だいぶね戦況も良くなるんじゃないかなという期待です。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。